埼玉医科大学国際医療センターは埼玉県日高市に所在する埼玉医科大学付属の病院である。埼玉医科大学日高キャンパスにあり、がん心臓病、脳血管障害といった生活習慣病に対応する高度専門特殊医療や救命救急医療の提供を目的としている。病院は給料部を切り開いて設置されている。日本では 数少ない診療科の主要内科や精神腫瘍科、日本初の小児脳脊髄腫瘍部門を置いている。埼玉医科大学国際医療センターの開設に合わせて埼玉医科大学病院から心臓病センター各診療科と臨床腫瘍科等の一部の診療科を同医療センターに移転した。それまで埼玉医科大学病院が 心臓移植実施認定施設であったが2010年7月5日に同医療センターが心臓移植実施認定施設に認定され心臓移植施設も同医療センターへと移転した2010年4月1日に埼玉県内3例目となる病弱身体虚弱特別支援学級が設置されているこの院内学級は日高市立駒川小学校病弱 身体虚弱特別支援学級といい、日高市立駒川小学校の分校として設置されている。埼玉医科大学国際医療センターに長期入院し、学校の授業を受けることのできない児童のために、希望する児童に授業を行い、入院中の児童に教育の機会を確保するとともに入院生活に変化を持たせて、治療効果の向上にも寄与しようとして設置された。 以下の駅から路線バスが運行されている。いずれも埼玉医大国際医療センター下車、川越線、八甲線駒川駅、東武大瀬線東諸駅よりタクシーで15分程度。ありがとうございます。